富士メディアホールディングス産経ビルグランビスタホテルリゾート株式会社グランビスタホテルリゾートはホテル、レストランなどを運営する日本の企業である。旧社名は三井観光開発株式会社。2015年4月、産経ビルの連結市会社となり、富士産経グループ入りした。北海道炭鉱機線の社長、萩原義太郎により、北端の関連会社として、 北海道武道産株式会社を設立。吉太郎は北の迎賓館と称された札幌グランドホテルの開業に携わっており、本州へホテルゴルフ場、高速道路のサービスエリア売店、有料道路といった多角的なリゾート事業へ参入した。また、札幌テレビ放送設立に吉太郎が関わった経緯で同社の大株主でもあり、 近年まで STV の社長をはじめとする一部の取締役は旧三井観光の役員がついていた。1971年に三井観光開発へ社名変更後は三井アーバンホテルズの全国展開をはじめ鴨川シーワールドやゴルフ場を保有していた8州観光開発の買収で業用を拡大した。当時の CI は 英略省の MKK を模したものであった。なお、不動産業において先行していた三井不動産とは、事業上の関係は作られず、銀座と大阪市や福岡市などの西日本地域では、それぞれのホテルが重複して営業されており、競合関係である。2009年にメルキュールホテル札幌、2010年に三井ガーデンホテル札幌が開業し、創業地である。 札幌グランドホテルを構える札幌市においても、競合することになる。ただし、2000年代前半の一時期だけ、ガーデンホテルズと三井アーバンホテルズの共同インターネット予約サイト、hoteland.com が行われていた。1970年代より、親会社であった北端の経営悪化により、三井観光は同社へ資金支援を行っていたが、 1995年の経営破綻により貸付金等が取り立て不能となったことで有利支付債が増加し、さらに失われた10年の影響で、ゴルフ場事業を中心に累積赤字も増え続け、2001年に、清少と呼ばれた創業者の吉太郎が98歳で死去したことにより、経営の立て直しが大きく浮上した。 メインバンクである三井住友銀行に対し金融支援を要請し2005年に200億円の再建放棄で合意となり同年8月には既存株式の99%の無償原資と100対1の株式併合を行った上で大和証券 SMBC プリンシパルインベストメンツが蘇生出資した株式会社 DSM インベストメンツが今に吸収合併 合併合同社はすなわちに三井観光開発株式会社へ社名変更した。翌2006年には日本政策投資銀行と三井住友銀行により蘇生された新ケートローン369億円と日本政策投資銀行による優先株式10億円の資金調達を受けた。2005年の再建に際しては長年勤めた萩原二郎が 会長職を辞任し一戦から退いた。出資会社である、三井物産、三井住友銀行などの意向により、新社長は、物産出身の吉村人氏が49歳で、就任し、新生の三井観光開発となった2007年からは、札幌パークホテル、鴨川シーワールド支配人などを歴任した生え抜きの、田貞則が就任している。 2007年7月1日に現社名へ変更し、三井観光名称のゴルフクラブは、名称変更された。2008年より、三井アーバンホテル名称の宿泊施設は、ホテルコムズへリブランドの上、リニューアルを実施している。大和証券 SMBC の支援を仰いでからは、同社ウ営エファンドに売却されたホテルの運営を、コムズブランドにリノベーションにして、 運営に携わる形態も行われており、投資ファンドのホテル事業運営会社としての役割も合わせ持ちつつある。日本においては先例にローンスターによるソラーレホテルズリゾーツがある。2011年12月、企業再生支援機構による事業再生支援を発表した。これを境に運営していたシティホテルを次々と閉鎖し、 ホテルコムズブランドは全廃された。2015年3月、気候が保有するグランビスタホテルリゾートの全株式を産経ビルと投資ファンド J、ウィルパートナーが出資する合同会社 JXA が取得することについて合意に達し、同年4月24日に株式譲渡が完了、機構による再生支援が完了した。2017年9月、 新ブランドホテル、インターゲートホテルズを2018年春に、京都市と東京都中央区に、2019年に、金沢市と広島市に開業する予定と発表。3K ビルが、土地取得と建物建設を行い、グランビスタが運営を担当する。2013年11月6日、グランビスタホテルリゾートは、須田貞則社長らが、 札幌グランドホテルで会見した上で、札幌グランドホテルや、札幌パークホテル、苫小牧ゴルフリゾート72、静岡のレストラン、福岡と宮崎のホテルの計6施設において、判明している分のみでも最大7年間、51品について、虚偽表示していたとの内容の発表を行った。札幌グランドホテルでは25品を虚偽表示しており、 弁当3品で、牛脂中乳肉を使用していたが、加工肉と明記せず、牛肉ステーキなどと表示し、米国産の冷凍ジュースは、フレッシュジュースとしていた。また、アワビの醤油味煮込みなど3品で、アワビではなく、セネガル産の赤西死を使用し、フカヒレとカニ肉のスープなど2品で、本物のフカヒレに、人工のフカヒレを加えて提供していた。 札幌パークホテルの虚偽表示は14品となっており、明示せずに牛脂中乳肉を使用していたほか、土産あさりとしながら、中国産の冷凍あさりを使ったメニューや、野菜などの入荷がない日曜日などに、本日入荷と歌って、サラダを提供していた。苫小貝ゴルフリゾート72では、山菜たぬきそば一品で、中国産山菜を、北海道産と誤認し、 表示していた。このほか静岡のレストランなど3施設で、計11品に虚偽表示があった。以上の問題に関して、同社幹部は、偽装と言われれば、仕方がないと陳謝を行った。2013年11月20日、全国の支配人、本社幹部が開始、再発防止と信頼回復に向けて、知識、 手続き、意識の3つの領域における具体的方針について決定した。この取り組みは、2014年1月21日放送のテレビ東京日経スペシャルガイアの夜明けで取り上げられた。AB 株式会社グランビスタホテルリゾートの株式取得に関するお知らせ。産経ビル。2015年3月15日閲覧。 三井観光開発に対しシニアメザニンにわたる、包括的なファイナンスを蘇生、実施日本政策投資銀行平成18年7月3日、再生機構、鴨川市ワールド支援へ、自力再建断念。日本経済新聞電子版。 https://www. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x n a s f s 0 1 0 2 d r h c 1 1 a 2 e 2 0 0 0 2 0 1 7年10月18日閲覧株式会社グランビスタホテルリゾートに対する再生支援の完了について地域経済活性化支援機構 2015年4月27日閲覧。グランビスタ、新ブランドのホテル、インターゲートを展開。3K ニュース。http://www.sankei.com/.economy/.news/.170920/.ecn1709200035-n1.html2017 年10月18日閲覧。 グランビスタホテルリゾートグランビスタアソシエートホテルズ新規加盟施設のご案内箱根戦国原ネストイン箱根田い資格誕生 PR タイムズグランビスタホテルリゾート2017年7月20日ホテルコムズ仙台営業終了のお知らせグランビスタホテルリゾート2012年8月29日変貌仙台中心部大規模再開発は 足踏みか北新峰、ホテルコムズ仙台アネックス営業終了のお知らせ、グランビスタ。ホテルリゾートホテルプレミアムグリーンヒルズホテル、コムズ大阪営業終了の、お知らせグランビスタホテルリゾート2012年12月3日、ホテルダンロカムニエージ契約終了の、お知らせグランビスタホテルリゾート2014年1月29日、 エアラインホテルにへ受託契約終了のお知らせグランビスタホテルリゾート2014年2月4日ホテル大阪ベータワー営業終了のお知らせグランビスタホテルリゾート2018年3月5日閲覧正月グランドホテル事業譲渡に関するお知らせグランビスタホテルリゾート2018年3月14日黒部観光ホテル分社化 および株式譲渡に伴う個人情報の取り扱いについてグランビスタホテルリゾート2018年5月1日北海道新聞札幌の老舗ホテルグランドとパークが偽装赤西街をアワビ中国産アサリを土産計39品最大7年間ありがとうございます